はい、今回はですね、まあ、今回はというか、本日はですね3月31日なんですよね。まあ、日本でいう春はですね、まあ、別れと出会いの季節というか、まあ、そんなイメージがありますよね。まあ、桜とともに散っていっちゃったら変ですね、別れたりとか、出会いがあったりとか、そんなシーズンになってますけども、まあ昨日だか一昨日だかにですね、プレイステーションファミリーも別れのね話が出ていました。まあ、結構もう巷で話題になっててね、出遅れてはありますけども、まあこれですよね、 PSP とかビーターですね。これはちょっとビーターセカンドですけど、ビーター、そしてね、本体でかくてこの上に乗らないんですけど、プレイステーション3です。これはデュアルショック3なんですが、プレイステーション3の、ダウンロードソフトというのかな、ダウンロードが停止してしまうという話です。まあ今すぐにというわけではなくて、7月とかなんとかと書いてありましたけど、まあそれ後ほどちゃんと正確に言いますけど、まあそんな感じでね、いろいろと別れの話が多いなと思いますよね。そんでまあ終わってしまうとなると、急にね心配になるのがこのダウンロードソフト、特にダウンロード専用ソフトなんかは終わってしまうと二度と手に入れることはできないということになってしまいます。ということでね、まあ今からいろんなねダウンロードし忘れちゃったソフトとか、そもそも知らないソフトなんかもね調べてダウンロードしていきたいなと思うわけですが、まあなかなかちょっと自分はねプレイステーションファミリーめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんで、これはっていうのがすぐ分かんないんですけど、まああとね何ヶ月ぐらい、3じゃないもうほとんど4月なんで、5、6、7、7月はもうないんだよね。だから実質3ヶ月ぐらいか、3ヶ月ぐらいでちょっとねめぼしいソフトをダウンロードしておいた方がいいのかな。まあとりあえず購入のね履歴が残ってれば再ダウンロードができますんで、今すぐダウンロードしなくても購入履歴だけね残しておくというのも手かなと思いますけど、まあそうなってくるとね、この3ヶ月とか4ヶ月で一気に金も出てっちゃうし、あとはあれですよね、容量もなくなっちゃうとダウンロードできなくなっちゃうんで、どうなんでしょう、またこうメモリースティックを買ってこなきゃいけないのか何なのか心配になってきますよ。特にこちらのビータって特殊なんですよね。どこに出したっけ、最近いじくってなくて、ビーターのメモ買って、これ違うよ、カードだよ、普通のカード、どこだっけ、あ、ここだ、ここですね、入ってないし、セカンドはもともと 1GB 入ってるんだっけ、もともと内蔵メモリーが入ってますよね。まあそういうわけでね、なんか慌ただしいですが、めぼしいソフトをねダウンロードしたいと思います。まあよく考えれば PSP なんてね2004年の12月の12日の発売なんで、随分とね長いことやってましたよね。まあ今ではこう PSP から直接ダウンロードはできなくなってますけども、ちょっとね迂回してねダウンロードすることができました。まあ早いなって思うのはやっぱりビータでしょうかね。ビータ、2000いつだっけ2012年か、2012年のリリースなんで、ちょっとねまだまだソニーとしてはやめたくなっちゃったのか何なのか、一気にね3機種同時に終わってしまうというね、ちょっと衝撃的なニュースですよね。もうはっきり言ってプレイステーション5に、まあ、フルパワー使っていくという表れなんでしょうか。まあねダウンロードなんてこう置いときゃいいじゃんと在庫とかもね特に
考えなくていいんだからって思いますけど、まあなんだかんだね、こうサーバーのメンテナンスもお金かかりますよね。おそらくやったことないんでわかんないんですけど、やっぱりこうサーバーの維持管理っていうのも多分バカにならないと。でやっぱりちゃんと動いて当たり前なんで、普段のね保守メンテナンスが非常に重要になってきたりとか、データが吹っ飛んでしまったりとか、そういったんではね、いざ使おうとした時にブーブー言われてしまいますので、あとやっぱりこうセキュリティ関係もありますよね。まあそういった意味でね、古いものからなくなってしまうのは致し方ないのかなという気もしますし、まあ多分利益とかね考えた時にもう分岐点に来ちゃったのかなといった気もします。まあこういうものってね、いざ終わるとなると、なんでとかありますけど、まああのね、よく老舗のお店が閉店ってなるとね、あの頃よく通ったのにとか、あの急にみんな行きたくなっちゃうんですが、それまでねシーンと忘れちゃってたのに、やっぱりいざ終わるとなるとうわーって駆け込んでくるわけですよね。まあ時代の流れと言ってしまえばそれまでなんですけど、まあそういった意味でね、いよいよプレイステーションも、あと何でしょう、プレイステーション4と5で勝負していくということになってしまいます。そうそう、プレイステーション5当たんないですね。当たらない。だいぶ倍率が下がったと騒いでますけど、100倍が30倍になったぐらいだと、まだまだね30人に1人運がない。でも結構当たったという報告も上がってきてるから、それなりにだんだん確率が上がってきてるのかなという気もします。まあ今はねプレステ5の PS5 のお話は置いといて、いよいよね、まあ、結構この PSP とかプレイステーション3なんてのは、日本がね、日本のソニーが主導して作ったハードなんで、まあ、なんとも終わってしまうのは寂しい限りですけど、まあね、そんないつまでもサポートしていてもしょうがないのもあります。サーバーのメンテナンスもバカにならないと判断されたんでしょう。ということでね、いつまでもしみじみと泣いてるわけにもいかないので、まあなんかね、いいソフト、いやこれは押さえておくべきソフトなんてのをね、探していきたいなと思ってます。思ったよりも期間がないんですよね、終わるまで。 Wii の時はそこそこ余裕があったと思うんですよ。1年ぐらいあったかな、猶予が。まあ1年あっても結局うわーと思ってダウンロードしたのって直前の2週間ぐらい前だったから、いつになっても多分変わんないんですよね。そうそう、まああとはセールが来るかなと思いきや、セールはないんじゃないかな。閉店セールみたいなね在庫処分する必要性がないんで、ダウンロードの場合はあえてこう逆にね売れるじゃないですかもうダウンロードできないってなるとね、みんなダウンロードし始めますんで、あえて安くする必要もないし、まあそういった意味でね、セールはどうでしょう。来てくれたら嬉しい。あんまり期待しないで待つといった感じでしょうかね。いやーなんとも寂しい限りでありますが、プレイステーション3とプレイステーションポータブル、プレイステーションビーターの3機種ダウンロード終了のアナウンスがあったというわけです。まあもしねこういったソフトはぜひというのがあれば教えていただけると助かりますね。ということで、ではまた。